プライネステノフィーブラプライネステノフィーブラとは、紀元前600年頃のものと言われる、ラテン語の国文の書かれたフィーブラ。国文はわずか一行の短文ながら、ラテン語で書かれた最古の文章であり、極めて古風な特徴を示す。ただし、元作説があり、新作かどうかは、現在も決着がついていない。プライネステノフィーブラは、 ローマの東にあるパレストリーノで発見されたといわれる長さ11センチメートルの黄金製のフィーブラで1877年にドイツの考古学者のボルフガング・ヘルビヒによって発表されたローマのピゴリーに国立戦士民族博物館が所蔵している国文の模写右横書き国文はエトルリア式のギリシア文字で右から左に書かれている 単語はコロンに似た記号で区切られている。本字すると以下のようになる。これを古典ラテン語に直すと以下のようになる。古典ラテン語と比べて以下のような特徴がある。F の音を表すのに原始エトルリア文字の FH を使用している。古典ラテン語に見られる第一音節以外の母音の弱化が見られない。古典ラテン語のロータシズムが起きていない。予覚の語尾が低いになっている。 一人称単数代名詞の体格がメドになるのは他の古い筆文にも見られるが、その起源は明らかでない。最も冬代わりなのはビベヘイクトで、ラテン語で官僚を表すのに常温を使うのは特定の動詞に限られ、ファジオの官僚に常温が使われた例は他にない。ただ、ラテン語と同じイタリック語派の他の言語では常温が使われるため、 プラエネステがオスクゴ地域との境界近くに位置していることと関係があるかもしれない。また、古典ラテン語と違って、第1次語尾のマイナス T と第2次語尾のマイナス D を区別している。ヘルビヒが正確な出土値を明らかにしなかったこともあり、プラエネステのフィーブラには19世紀以来疑いの目が向けられていた。1975年に、 カリフォルニア大学バークレー校の古典学者、アーサー・ E ・ゴードンが、プライネステノ・フィーブラの心眼に関する研究を発表した。1980年に、ローマ大学の考古学者、小文字学者であるマルゲリータ・ガルドッチが、学際的な研究を行い、プライネステノ・フィーブラを、当時の古物商であったフランチェスコ・マルティネッティによる、贋作であり、国文は、 ヘルビヒ本人によるものと結論付けた。ガルドッチによれば、古いものに見せかけるために、フィーブラを酸で処理した跡が見られた。ゴーオードンもガルドッチ説に賛成した。しかし、これで決着がついたわけではなかった。古代の金属加工の専門家のエディルベルト・フォルミリは、1992年に再検討を行い、フィーブラを起源前のものと考えても無理がないこと。 酸による処理は古く見せかけるためではなく、湿度時に汚れを取るために行った可能性もあることなど、1980年とは逆の結論を下した。2011年にピゴリーニ国立戦士民族博物館では、新たな科学的調査によって、フィーブラが紀元前7世紀前半のものであると結論付けた。ありがとうございます。